皆さんこんにちは、じゅんです。今日はですね、千葉県成田市にある、白鵬カントリークラブにやってきております。はい、皆様にお知らせがあります。10月28日白鵬カントリークラブでプロを目指している女子選手によるトーナメント、リンゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。リンゴルフでトーナメントをやります。それに伴い、参加選手、スポンサー様、ボランティアスタッフの募集をいたしますので、詳しくは概要欄をご確認ください。今日は私がこの18ホールラウンドして、トーナメント会場のコースを体験していきたいと思います。アウト1番、339ヤードです。ちょっと久々なんでスコアやばいかもしれない。セロティーからやります。はい、で、純ちゃん、はい、ちょっとトーナメントの、はい、今日ちょっとまあ下火みたいな感じで、はい、B グリーンだと18ホールの全長が6034ヤード、はい、これはね、ステップアップとか LPGA のツアーとかだとちょっと短いんですよ。なるほどね。そうで、 A グリーンだと、はい、白 T だと6343ヤード、6300ヤードね、うん、そう、それがね、ツアーだと、はい、まあ、ちょっと短いかなぐらいな感じで、実際当日は一応A グリーンの、はい、まあ、白 T で希望で出してるんですけど、はい、まあ、メンテナンスの関係で B グリーンのちょっと短いになる可能性もある。でも一応 A グリーンで話を進めてる感じ、はい、で今日は短い、今日は B グリーン、はい、ラッキーで、ベントグリーン、ベントグリーン、はい、はい、8フィートって書いてありますか。さすがです。じゃあ早速行っちゃいますか。はい、行きます。じゃあよろしくお願いします。バンカー方向ですか。いや、左だね。ちょっとこれが参加の純ちゃんのスコアが、はい、まあまあ私のスコアだったとしたらこれ以下でってこれ以下でだったら相当緩いよ。相当緩いと思う。検討します。お願いします。140ぐらいなんですけど、木があるんで7番アイアンで、左側に打とうかな。多分上がんないから軽く諦めます。はい、3打目にかけます。なんかここはね、1打目は左目狙ってほしいですね。分かってたんですけど。そう、大会当日もアウトスタートなんで、あ、こっちから右注意ですね。そう、右はね、まあ、飛べば僕、飛ぶ人だったら全然余裕かもしれない。まあ、でも右注意って言っても選手だから分かってるよって感じだよね。よく考えたらね。まあ、でも飛ぶんだったら全然超えるじゃないですか、気もね。50ヤードぐらい。やばいな、今思ったより重い。これ入れたいけど結構曲がったな。ボギーパットです。
こです。わー、曲がった。すごい曲がった。まあ下手ですけど大丈夫でしょ。大丈夫かな、今日のアダスゴルフ。心配だな。久しぶりですか。そう、久しぶりですね。最近ほんとゴルフしてないかも。あ、結構空いちゃったんですね。空いてますね。空いてるとやっぱ前半ずっとこんな感じ、うんうん、ちょっとしないと調子が戻んない感じ。120ヤード7番で打ちます。登ってるんで。ラフが ラフにやられまして、バンカーでございます。やばいです。うまい。でも重いから飛ばないかも。うん。ボギーで済むかも。よし、行きます。はい、上り。あれなんですね、ちょっと曇りですけど日傘なるべくやるんですね。やっぱ日焼けが一番の老化の肌とかね、皮膚とか老化の原因になりますから、なるべく。今日一人なんで傘差す時間ないかもしれないとりあえず持ってみた。とりあえず持ってみたんだけど傘差す時間ないかもしれない。まあ、今回のトーナメントを開催しようとした趣旨なんですけど、竹内さん、オーナーの竹内さんがリンゴルフを通してこれから女子選手を応援したいということで、まあ、今回企画をしているんですけど、まあ、60名から80名規模でスポンサーさんを募って、できれば毎月、難しければ2ヶ月に1回開催したいなと考えています。なるほどですね。はい、そうですよね。やっぱスポンサーさん募れば毎回定期的にできるから、うん、いいですね。さすがにずっと僕らでやっちゃうと、そうだね、倒産しちゃうよ、ね、倒産しちゃうの で、 そうです。まあ、スポンサーさんもこれからね募って、まあ、毎月2ヶ月に1回女子選手を応援できるよう、あの企画と運営をしていきたいと思います。そう、今さ、あのほらアレンジマッチ対決やってるけどさ、うんうんうん、あれだとちょっと人数がどうしても限られちゃうじゃん。ね、でもこうやってね、大きくバーンってこう80人とか呼べると、うん、そうだね、まあ、よりこうたくさんの選手を応援できるから、うん、そうだね、ちょっと頑張っていきたい。金額もね、うん、大きくなるし、うん、まあ、女子選手たちのなんだろう、やる気とか、うん、今後のために私たちリンゴルフで、まあ、応援というか盛り上げて、ゴルフ業界を盛り上げていけたらなと思ってます。はい、お疲れです。はい、行きます。じゃあ3番ホール、はい、行っちゃいましょう。はい、106ということで9番アイアンいきます。
たかも、ちょっと。ちょっと。距離は、てか、上げてたかも。スライス。普段だったら他の人が打ったりしてライが分かるんですけど、今日私一人しかいないから曲がるな。強め。じゃあパーです。曲がった。いや曲がったでしょ。曲がった。ちゃんと見ないと。でも普段はこう一緒に回ってる人が打ったりして大体ライが分かるじゃない。うんうん、なんとなく。だからあんまり反対側から見たりとかしないんですけど、今日は一人なんでね、ちょっとじっくり見ていきたいと思います。